どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。はい、ということで今回はファニコン関係のいろんなグッズとかいろんなものを撮影させていただきました。過去形ですけど今ごめんなさい、撮り終わっちゃったねえ、はい、すいません。いろんなものを撮影します。はい、本当にいろんなものを撮影するんだから。ちなみに今2022年の9月の下旬でございます。これが出る頃にはもう2023年になってるかもわからない、かもしれない、なってないかもわからない。はい、未来の皆さんこんにちはいやでもね、素敵な写真が撮れるんじゃないかと思います。はい、皆さん楽しみにしててください。レッツピクチャー。グッズ撮影でいくら探してもらわなかった。本当だね。本当だね。一冊もなかったんですよ。ここは会議スペースなんですか。そうですね。はい、JK の会議あの周りでいいアイデアいっぱい出そう。ねえ。10名もお願いします。いいだろう。入りたいです。入りたい。ソネちゃんのおかげでね。いや。もう仕事できてる。いや。ここに今ポトって落ちたやつだよマネージャーさんからなんこれびっくりした。いや、もうちょっとびっくりするかな。もうちょっとってね、結構びっくりしてただここじゃなかったんじゃないか。ここでしょ。びっくりした。落ちちゃった。ね、いいじゃないですか、かっこいい。かわいい。綺麗。でも、首の出取りとかも面白い、ね。やばー。これに貼り付ける。ちょっとわーそうですね、バンズになりたい。あ、いい顔ね、ありがとう。ありがとう。これは絶対汚れますよ。危険そう。ちょっと潰してみたら。肉汁大丈夫ですか。そんなもうガッチガッチ大丈夫です。ちょっとこう可愛いぐらい。でもちょっともいけないんだよ、カフン。あ、ありがとう。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいですね。かわいいね。かわいいね。あざとく。あざとく。あざとく。いこうぜ。あざとく。あざとく。あざとくってなんぼですね。いや、うまっ。うまっ。いいね。おいしい。かわいい。かわいいっすね。すごい。いいじゃん。切るの、はい、切れます。バレンタインとかである。この箱何？
カッパの手かなんか入ってる。あ、はい、コットン入ってるだけです。あ、コットン入ってんだ。俺も疑ってるからよ。めっちゃなんか似合われたよね。ゴキブリいっぱい入ってるの、なんだその前振りと思ってたよ、俺は。いや、普通にメイク、全然今日コットンでした、中入ってる。コットンでした。前説、ね、全然全然。おお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 分かった上でビビるもん、これ。すごいな、これ。今ね、うまかったっすね、私たちね。コットンはさ、こんな木箱に入れるわけないじゃん、移動大変な。こんなさ、場所取るようなやつに入れるわけないじゃん、コットンもさ。あ、いいね。難しい。あ、かわいい。本当ですか。手伸ばせるなる。ぐちゃってなっちゃう。ぐちゃってならない。ここは落としちゃいそう。これでスッて立ってるんですからね。ぐちゃって。ぐちゃって。喜んで。喜んで。はい、かわいい。よかったね。初めてもらった。いけるわやろうよ。いけるよ。いけちゃうんだろ。いやいやいや。ほら。かわいい。いっそ殺してくれ。やばいね、これは。えい。にゃんにゃん。ふざけたけど。かわいい。あ、いいじゃないですか。さすがです。かわいい。さすがです。いっぱいくれます。人参食べて。人参持ってきて。くそ。そうなったら俺を殺して。あと待ちます。どう？ちょっとなんかこういうの欲しいですね。オーケー、やろう。あー、かわいい。ナイスです。
あ、これいいよ、我々切れてます。切れます。切れてます。レジ切れてます。いいんだって、落ち込むとかね、こうやって何やってんだか、俺って今日もいけたなって感じでしょ。まだいけるなってやつ。さくら座り込まれていいですよ。いいんじゃないですか。本当、今年最後よ。これバージョン、これバージョン、いい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 いろんなアンバランス。こっちはね、ブラック、ブラックなウサギさん。ああ、いいよ、いいよ。来いよ、来いよって。いいね。いいね、さすがだね。持ってるね。ああ、かわいい。イキジュアルな感じですね。イカチ、イカチ。いいね、いいね。かわいいです、かわいいです。こういうのもいいです。いいね、さっきと差が出ていいよ。はい、いいよ、いいよ。めっちゃ可愛い。可愛い可愛い。音だとプンプンみたいな。いい。終わっとる。なんだよ。はい。いいね。レシです。いいバッチリ。本当にありがとうございます。書道の先生に呼び出された。来なさい。すごい関係がさ。はい。いいですね。あ、綺麗。あ、いい。ね、文豪っぽい。小説。うん。タイトルだけ教えてください。あ、いいですね。書道室と私。エロいやつじゃん。エロくないですか？エロいやつだ。筆と私にします。まず筆と私は一回やろ。見事ないやろ。迷うやろ。こちょこちょと。何のだい。だから、え、お願いします。かわいい。かわいいですね。もうずっとつけてたらみんな終わっとろう。かわいい。はい、はい、本当に似合いますね。いや、本当に似合う、うん、本当に似合うとかあります。本気で似合う。ちょっとなんかあの、明けましておめでとうの一言。え、あ、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。いや、言うてまだ9月下旬なんですけど、もう全然開けてもないし、まだ開けようともしてないし、今年もよろしくお願いします。今年も来年の皆さん、未来の皆さん、今年もよろしくお願いします。なんこれ、ね、うさ耳つけてるし。なんこれ、いいよ、年男よよよ。36になるんでね、4回目の年男。0歳、12歳、24歳、36歳、4回目の、いい年にしたいと思いますね。なんこれ、戻っていい？いいよ。取るよ、もう、はい、ブルー系も、これ若干スーツがネイビーなんで、ブルー系、まあ、目立たす
まあ、黒チェッカー、黒チェッカーかわいい。こんな持ってきてくださって、ね、そうなんですよ、ありがとうございます。世の中にこんな蝶ネクタイあるんですか。あるんですよ。いつも使ったことないですけどね。世の中の蝶ネクタイ全部持ってきたんじゃないですかね。そうですね、多分今日本にないんじゃないかと。あ、すいません。まあ、黒かな、うん、黒が一番いいですね。これが一番いいかも。ちょっと一緒にカメラ見せるの好きだな。トマス、じゃあ、はい、ありがとうございます。ぽい、クリスマスっぽい感じ。ぽい感じ。いや、いいよ。いいよ、すごく。親指、ちょっとこう、唇にこう。あ、いいね。めっちゃいい。いい。超いい。なんか前も思いましたけど、バラの持ち方慣れてます。慣れてる。慣れるとかないですね。やしてますね、これ。慣れるとかないです。あんま持たないですよ、バラって普段。プライベートで。あんま？あんまってか、ほぼ。ほぼってことは？いやいや、あとは？こういう撮影ぐらいよ。なんならファニコンぐらいよ。ありがとうございます。え、すごいいいよ。いいね。はい、いいね。ナイス。かわいい。慣れてんだよ。慣れてないです。慣れたな。慣れるとかないですよ。慣れてんな。やってんな、これ。月1ぐらいでやってる。月1で誰にバラすの。いいね、いいね。恋人がいてもスピーチを渡せるアンバランスがファンを出したいね。クリスマスパーティー。いや、無心に関してはもう別に気づきもしなかったよ、俺は。無心言ってたのかもわからないけど、せっかくさもっとわーみたいなのが欲しかった。言葉を失っちゃったよ、今。びっくりしちゃったよ。かっこいい。いいね。どこもどうがいいかな。すごい。何のお酒出してくれるんですか。ハイボールだね。一択。ハイボール一択。シングル、ダブル。でもロックだよ。ハイボールロックとは。ウイスキーだね。こちらもウイスキーだね。セクシー染谷さん。これセクシーに言ってもらっていいですか。セクシーに言う？バーラってこと？なあこれ。いい景色だね。セクシーなプレートに。意外と窓が遠かった。そのぐらい窓が綺麗ってことですよね。あそこに青年君があるんですよ。青年ホテル。青年館、青年館ホテル。おお、すごく。おお、あの冷蔵庫の前あたり歩く。お、歩く歩く。おお。消火器。大丈夫、大丈夫。ナイス。今行こうかな。おー。えー。ここでお酒飲みたいの？
敵っすね、ここはね。本当に新宿と渋谷の間というかね、原宿かな。原宿ですね。はい、いいじゃないですかね。はい、ソメちゃん TV。 はい、ということで無事全ての撮影が終了しました。お疲れ様でした。本当にね、素敵な写真が撮れまして、素敵な夜景とか素敵な衣装とかで撮影させていただきました。和装もあったりしてね。はい、あのこれは一回も使ってないです。今初めて被りました。これって言われて、何に使うのかなと思って使わなかったんですけどね。どこで撮るやつだったんですか、これ。これなんですかね、前回イラストで羽にかじられてるステッカーを出したんですよ、はい、はい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 。だから実写でもやってみようかっていう話にはなってる。あ、そうなんですね。やらない。せっかく ね、買ったのに。次回あるかも、ね、あるかもね。ないかもわからない。需要があるかもわからない。ね、作ってほしいっていう要望が多かったらやりましょう、うん、そうだね、はい、はい、ということで皆さんコメント欄にぜひご意見ください。はい、ということで皆さん、もうこの時には出てるかもわからない、出てないかもわからない、グッズ楽しみにしててください。そうせふわっとしてて、またね、まだ9月下旬なんだから、9月下旬でもうバレンタインとかさ、お正月のとか撮ったんだから、クリスマスとかさ、心で今年の抱負はって言われて、何も定まってない、それは。はい、ということで皆さん楽しみにしててください。ということでご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。